はい、こんにちは、レトルトと申します。以前ね、食べないと死ぬというアプリをやったんですが、それの2が出てたので、ぜひともやりたいなと思って、ダウンロードしました。あなたはまたしても腹を空かしている。何かを食べなければ死んでしまうという状況だね。まあこういう状況よくあるはあるよね。で、1日目、こうやってね、何日も生き残ることが目標なんですが、お腹が今50の状態なんですよね。で、体力が100、このパラメーターを守っていかなきゃいけないんですよ。で、危険度 39% まあ牛食えると思うけどな。で、なんか下にさ、タルパーを使うっていうのが2になって増えたんじゃないかな。食べます。食べた。よーし。で、こうやって体力がどんどん増えていくんで、これのどっちかがゼロになったらダメみたいな感じかな。あ、体力がゼロになったらダメなのかな。お腹がゼロになったら体力が減っちゃいそう。ネジ、危険度 43% だいぶ危険だと思うけど、俺は食います。はい、どんどん食べていくぜ。程よい硬さだった。もうカッチカチだと思うけどね。いやー、50日ぐらいちょっと生き残ってみたい気持ちあるんだが、食べるのにはやや危ない感じがする。まあ、3回に1回なんて食べていきます。群れに囲まれ踏みつけられた。あー、そういう死に方なんだね。なんか食べるっていうか狩りをするのに失敗したわけだね。まあ、こうやってやっていくわけだけど、食べられそうだ。中になんか蕎麦殻とかが入ってんのかな。食べます。まあ、とりあえず安全までは下のやつ使わなくていいかな。積み木食べるのには少し危ない感じがする。危ないというか食べ物じゃないからね、これ。まあ、でも、ギリ食えるか。ギリね。俺は食わないけど、ギリ食える。あー、覚悟を決められれば食べられる。なんか、鳩とか鳥ってさ、石とか送って、腹の中でなんか、砂肝としてなんか摂取するらしいんで、俺もそういう感じで食べます。イェーイ、いいよいいよ。溜まってってる。食べるのにはやや危ない感じが。いや、食べられるでしょ、イカなんだから。食える食える。海を感じる味だった。いや、絶対食える食える食える。食べれる食べれる。え？取ろうとしたら絡まってきて出来した。そんな死に方ある？ 10% だったのに。なんで 10%？ どこ入ってんのこれ。どういう状態だよ。100% いけるだろこれ。いや、100% は無理だろこれ。でも 22% なんでね、ちょっと食べていく、いきましょう。あー、タケノコ 7%。 おそらく剣はないだろう。100回に7回死ぬものの時点で、俺は現実だったら食いたくないけどね。食べます。いいよ、緑を感じる味だった。あーまず間違いなく食べられる。いや、食べられないよ。食べられませんよ。ゴムですよこれ。食べた食べた。タコ、うわー、絡まんのかな。ちょっとさ、このダルパワーを使うってのを試しに使ってみようか。脳内人格、タルパ。なんか用と。自己暗示。目の前のものを食べられる気持ちになると、探索眼、他の食べ物探してもらう。あー、なるほど。これ結構自己暗示強くない？あ、よく見たらこれ食べられそうじゃない？大丈夫。いけるいける。危険度が 10% 低下か。0% になるわけじゃないんだな。あー、で、タルパは全部で2回しか使えないと。タルパー！タルパー！ヒョウモンダコだ。体が麻痺した。なんかそんな危ないタコいるんだね。あ！完璧完璧。食べる。いいよ。でもこういうなんかさ、40% 以下ぐらいのものはどんどん食っていかないと、このゲーム、記録を伸ばせないと思うんだよな。食べる食べる。いけいけ。食える食える！そんなん食えるに決まってる。なんでやねん、お前。喉に小骨が刺さった。小骨が刺さったぐらいだったらこんな血出ないでしょ。何これ、食えないだろこれ。どういう状態だよ。腹持ちがいい感じだった。いや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 、食えない食えない。美味しそうじゃない。完全に脳内の状態がおかしいでしょこれ。精神状態がおかしい。さっきから食えないものばっかなんだけど。中国のなんか達人の食うようなものばっか。え、これを食べるのはやめた方がいい。じゃ、これは食べないでいきましょう。食べない。食べないと結構減っちゃうよね、これ。皇帝ペンギン。美味しそうには見える。ペンギンって食えんのかな？鳥類だけど。どうなんだろう。うわ。あー、やったー！これボーナス！こういうのがあると助かるんだよな。発泡スチロール。食ってけ。いいよいいよ。50日をちょっと目指したいところなの。5分の1！ 食える！よし！オッケー！うわー、ここでボーナス。
おー、いいよ、170まで来た。あー、いける！よーし、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 よし、美味しい、美味しい。あ、やめとこう。24%、4回に1回なんで、これちょっと記録伸ばしたい。減ったとしても、まあまあ、まだ大丈夫の領域なんで。やめとこう。ちょっと待って。今思ったんだけど、下のさ、タルパワー減ってない？ゼロ、1日目から始めたらタルパワーって復活んじゃないの？どういう状態だよ。トマト食べる。自然の恵みね。いける！あー！あ、もしよかったら面白いシーンを書き込んでください。そういうのがあるんだな。タコに巻きつかれた。それじゃ死なないだろ。待って、タルパワーってどうやったら復活すんのこれ。記録。あー、今14日目が一番っぽいな。あー、なるほど、なるほど。あ、すごい！こういうのが出るようになったんだな。うわ、多いな。積み木は食えないと思うけど。よし、もうまだ行くぞ。いいよ、いいよ。10日目まで来た。結構これ、なんだろう、出てくるやつがかなり調子いい、調子いい、調子いい。ボーナス来ましたよ。170まで来た。これ危ないものは食わないようにしよう。美味しそうじゃねえだろ。この右のやつどういう考えなんだよ、これ。美味しそうじゃない。タコ、39%。やめときましょう。まだお腹とかに余裕あるんで。よし！ボーナス！こういうボーナスが来るとね、やっぱ記録伸ばせるよ。これいけんじゃない？缶ジュース、10回に1回。絶対死なない！よし！オッケー。お腹がプラス10と、プラス20の時とかがあるんだよな。フライドポテトプラス10。え？やめとこう！やめとこう！まだタルパワーを耐える時ではない。いや、危ねえ！危ないなこれ。やめとこう！ 30 はちょっと今危ない。よし！いけ！よし！オッケー！ほら、体力40とかアップするもん。食べるのは不可能だ。食べません。じゃあ食べません。絶対殺されちゃうってことだもんな。危険にない。あー、タルパワーで、他の食べ物を探してみる。使ってみそう。あそこに何かありそうだよね。行ってみれば、脳内人格タルパが新しい食べ物を発見。来た！栄養ドリンク！いけ！腹持ちは悪そうだが。よし、これいける！来たー！てか、これでどうやって死ぬかもちょっと見てみたいよね。コーンの尖ったとこが喉に刺さんのかな、やっぱり。よし、いいよ。無理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 。いけー！よし！オッケー！ 24 来た。よしよしよし。これいけるでしょ！オッケー！これお腹に余裕出てきたぞ。よしよし。やめとこう。これは無理。これやめとく、絶対。70は死ぬもん。きたー！よしよし。あんま冒険しすぎないことが記録を伸ばすチャンスです。やめときましょう。冒険すぎる。お腹がやばいなー。やばいやばい。体力になっちゃうのかな、これ。うおー！フラミンゴ！これは食わないと死んでしまう。あはははくっそ。リズミカルに蹴り飛ばされた。嘘だろ。タルパワーってどうやったら復活すんのこれ。タルパワー。さ、20日目まで行ったよ。食べていけ。ギリギリだな、これ。うわぁ、コウモリタコ初めて見た。食べない方がいい。あー、やばい。次死ぬ。食わなきゃ死ぬ。食べなければ死んでしまう。サービス来い、サービス来い、サービス来い。うおー、バームクエン、なんでバームクエンこんなに危ないの？クエ！あー！くっそ！本物の切り株だった。間違えたんかい。レトルトさーん。あー、まあまあ、一個はほとんどの可能性つかめんだな。食べます！近く、近く来い。あー！やったー！やったー！すげー！すげー！いや